天才軍師として描かれた戦国武将黒田官兵衛。甲状腺で相手の食料補給手段を断つ兵糧攻めや備中高松城を浮き城にした水攻めなど戦術に長けた武将でした。それゆえ主君からは信頼以上に恐れられることもあったとか。また軍師とは別に加藤清正、藤堂高虎と共に三大築城名士と称される築城の名士としての顔や、一夫多妻制の時代に一人の妻のみを生涯愛した愛妻家の顔も持っていました。それでは今回は黒田官兵衛についてご紹介します。伝説の軍師黒田官兵衛の誕生。黒田官兵衛は1546年に播磨国の姫路で生まれました。官兵衛は1559年の14歳の時に母を亡くし、1562年の17歳で初陣、1567年の22歳の時に黒田家の家督を継ぎ、播磨国四方城主串橋惟貞の娘照姫を正室としました。翌年には嫡男黒田長政が誕生します。官兵衛は正室のみで側室を持たず、生涯一人の女性を愛し愛妻家と呼ばれました。若き黒田官兵衛、小野氏の下で活躍、攻めの織田へ。1570年代は尾張国を統一した織田信長と安芸国の守護大名毛利輝元が勢力を拡大し始めた時、官兵衛がいた播磨国は地理的に織田家と毛利家の間に挟まれていました。官兵衛は主君小寺政元に守りの毛利よりも攻めの織田につきましょうと信長に味方するように進言します。1573年、黒部小寺氏の使者として岐阜城を訪問し、信長に謁見。この時、信長から褒美として、名刀絵仕切り長谷部を拝領したと言われています。その後官兵衛は、信長の家臣、豊臣秀吉の配下に入りました。黒田官兵衛、幽閉される。1577年、信長による中国征伐では、官兵衛が先鋒を務めます。居城としていた姫路城は中国征伐の重要拠点となったため、豊臣秀吉に譲渡。その代わり姫路城から南に 4.5km の場所にある小宇山城を修復し、父と共に居城としました。これが官兵衛初の築城。官兵衛は播磨国内の武将たちに織田軍の味方につくように次々と説得します。1578年、官兵衛は信長に対してクーデターの気配がある荒木村重を説得するために単身で有岡城に向かいます。ところが逆に捕らえられ、有岡城の牢屋に幽閉。それを信長は官兵衛が寝返ったと勘違いして大激怒。官兵衛の息子黒田長政を殺すように豊臣秀吉に命じます。しかし1年後の1579年、有岡城が陥落し、官兵衛は奇跡的に救出。頭髪は抜け落ち、足腰は弱まり、変わり果てた姿となっていました。豊臣秀吉は官兵衛が寝返っていなかったことを知り、官兵衛の息子黒田長政を処刑したことを泣いて詫びたと伝えられています。しかし実は豊臣秀吉が処刑するように命じた竹中半兵衛が黒田長政を殺さずかくまっていたと判明するのです。竹中半兵衛とは黒田官兵衛と共に豊臣秀吉に仕え、両兵衛と呼ばれた豪将。そんな豊臣秀吉の右腕と言っても過言ではない竹中半兵衛が上の命令に背くとはもってのほかでした。しかし竹中半兵衛は官兵衛が裏切っているわけはないと黒田長政を守ったのです。この件を聞いた信長、秀吉、官兵衛は竹中半兵衛に心から感謝したとのこと。ただし、かくまっていた竹中半兵衛は黒田親子を気遣う手紙を残して、すでに病死していました。官兵衛は竹中半兵衛への感謝の気持ちを忘れないために、竹中家の家紋を使うようになったと言われています。これ以降秀吉は官兵衛を重用するようになるのです。なお、主君、
小寺政元は荒木村重に続いて信長に謀反。しかし官兵衛が救出されると逃亡し病死します。これにより官兵衛と小寺政元の主従関係が崩壊しました。黒田官兵衛が期待の地将と言われた理由。軍師として才能を発揮した官兵衛、期待の地将と言われるまでには様々な戦略を押し出しました。まずは1578年5月から1580年2月にかけて行われた三木合戦。官兵衛は竹中半兵衛と共に三木城に籠城した別所長春に武力で対抗するのは難しいと判断し、食料補給手段を立たせる兵糧攻めという方法を考え、豊臣秀吉に提案し攻略したと伝えられています。その後1580年に播磨平定の功績で官兵衛は信長から山崎一万石を与えられました。後に笹の丸城を自分の居城として修理、これが官兵衛の2回目の築城とされています。また1581年毛利軍との戦いでも兵糧攻め勝衛殺しを行い鳥取城を攻略。1582年備中高松城攻略の際には地形を見て水攻めが適切であることを豊臣秀吉に提案するなど師匠ぶりを遺憾なく発揮しました。織田信長の死後、豊臣秀吉の天下統一に協力。1582年明智光秀による本能寺の変で信長が死去すると家臣たちは混乱します。その中で官兵衛は秀吉に天下が取れる好機ですと発言したのです。さらに秀吉に中国大返しを促し毛利氏との講和を進言。その後官兵衛は豊臣軍の新狩りを担当し山崎の戦いで明智軍を討伐。1583年には秀吉による天下統一が帯同する中、官兵衛は大阪城の設計を担当します。これが3回目の築城です。この築城にあたり官兵衛は豊臣政権下で不審奉行となっています。同年官兵衛はキリスト教の洗礼を受けて洗礼名ドン・シメオンを名乗りました。キリストを信仰した官兵衛ですが、後年黒田長政に対して神には祈ればよいし、殿には詫びを入れて謝れば大概のことは何とかなると言い放っています。ただしこの発言には続きがあり、しかし家臣や民衆に疎まれると国を失うことになる。国を失えば神に祈っても殿に謝っても取り返しがつかない。そのため家臣や民は大切にしなさいというものです。作戦指揮官として群衆の上に立つ者としての教えと言えます。また1585年秀吉が四国平定を進めた際にも知将ぶりを発揮。長宗我部元親は讃岐上田城に敵を誘導し阿波の国に本陣を置いて野戦で攻撃しようと策略していました。しかし官兵衛が長宗我部元親の作戦を見抜き阿波の国への攻撃を最優先にするよう進言。その結果長宗我部元親が立てこもっていた白地城は豊臣軍に取り囲まれてしまいます。迎え撃とうとした長宗我部元親ですが家臣に説得され講和を受け入れることに。長宗我部元親は官兵衛の知略に負けたことを大変悔しがったと伝えられているのです。黒田官兵衛が茶の湯を好んだ理由。豊臣政権下では茶の湯が流行していました。しかし官兵衛は武士がすることではない、主催と客人が狭い席に座り不用心すぎると当初茶の湯を嫌っていたと言われています。秀吉は密談の際に官兵衛を招き、こういう密談が茶の湯の利点であると説きます。続けて何もない日にお前を呼んで密談をすれば怪しまれて面倒事を起こすことになりかねない、ここならば茶の湯という名目で怪しまれることはないと言いました。これには官兵衛も感服し、私は今日初めて茶の湯の素晴らしさを理解しました。名称が一つの考えに固執することなく注意ができる点は非常に尊敬できることですと言い、茶の湯を好きになったと伝えられているのです。官兵衛は1586年に開始した九州平定で作戦指揮軍官を担当、全国諸城を次々と攻略します。
はじめに、4000の軍勢を率いる先鋒として、毛利、吉川、小早川軍と共に、豊前小倉城を攻略。その後、豊前松山城では、豊前の諸将が降伏します。こうして官兵衛は、1年足らずで豊前内の主要な城をすべて攻略したのです。その後、1587年に島津氏が降伏すると九州平定は完了。しかし、博多の町を訪れた秀吉は、その荒廃ぶりに驚きます。博多の町は、度重なる合戦で荒廃を極めており、凄惨な状況だったのです。そこで秀吉は、官兵衛らに荒廃した町の復興を命令。命令を受けた官兵衛は太閤町割として、荒廃した町並みを整備する復興計画を立ち上げました。太閤町割は、博多商人の協力を得て2回行われ、現在も冷泉町や国所町にその名残があります。この都市整理では、博多の区画ごとに流れと呼ばれる集団が形成。現在でもこの流れ単位で博多祇園や任さといった大規模な祭事が執り行われています。黒田官兵衛、豊前の地を拝領。官兵衛は、秀吉に九州平定の功績を称えられ、豊前六郡12万石と馬ヶ岳城を授かります。官兵衛は馬ヶ岳城に入城すると、秀吉の命で領内の検地を行い、豊前の統治を徹底しました。豊臣秀吉は、九州内の領地配分を再編。その再編により、紀伊谷城の城主、紀伊重房は、秀吉の九州平定に協力したのにもかかわらず違法。紀伊重房は、先祖代々400年近くこの白板にを治めてきたため、この措置に不満を持ち放棄します。官兵衛は、息子、黒田長政とこの鎮圧にあたり、1588年に紀伊重房は降伏。その後、官兵衛、長政によって紀伊重房は、謀殺されました。黒田官兵衛は居城を馬ヶ岳城から中津城に移す。官兵衛は、豊前統治の用としていた馬ヶ岳城が山城であり、城下町がうまく作りにくいため、城を平地に移すことを考えました。そこで官兵衛は、広くて平坦な中津の地に中津城を築城し、拠点を中津に移します。この中津は、豊前の中央に位置し、瀬戸内海とつながる高瀬川に面しており、水陸交通の要所です。さらに中津は広い平野で九州でも有数の米どころ。そのため官兵衛にとっては、商工業、運送運輸業を抑えるための絶好の地域でした。中津城には、官兵衛の工夫が施されています。特に石垣全般には、当時のトップレベルの技術で自然石を用いたあの渦が採用されているのです。本丸南の石垣は、輪取りでカーブさせ、石垣が崩れにくくなっています。本丸北の石垣は、遺跡、東原三条の石を持ち出して効率的に築いたものです。官兵衛は中津の交流を図るため、姫路、京都、博多から商人を招き入れました。商人が住んでいた姫路町、京町、博多町は、今も町名が残り、官兵衛が統治していた名残を感じることができます。現在の中津市の区画は、官兵衛の統治時代とほとんど変わっていません。中津市の基礎を作った官兵衛の偉大さがわかるのです。また官兵衛は、久保手山でたびたび桜見を楽しんでいたとされ、一説では官兵衛が九州で初の花見をしたとされています。女水を名乗り、息子の黒田長政に家督を譲る。官兵衛は、1588年に讃岐国の高松城、1589年に安芸の国の広島城の設計を担当しました。これで、築城5回目と6回目になります。その後官兵衛は、1589年に家督を黒田長政に譲り、出家して女水の号を名乗るのです。黒田長政に家督を譲っても、官兵衛の知性ぶりは衰えず、1590年に小田原攻めが起きた際は、交渉人として北条氏を説得して、無血開城させる偉業を成し遂げています。小田原攻めの際に秀吉は味方陣営を見て回ると、今時こんな大軍を見たことがないと言い放ちました。
官兵衛はその頃ならば100万の軍勢を指揮できる了承もいたのでしょうが、今時そんな了承がいるとは思えませんと返しました。すると秀吉は、もしこの大軍を指揮できるとすれば官兵衛しかいないと答えたとされています。1592年の朝鮮出兵では築城総奉行となり、秀吉による朝鮮出兵の拠点となる名古屋城の設計を命令されます。黒田官兵衛の名言。秀吉が死去すると黒田家は徳川家康に従います。1600年に関ヶ原の戦いが始まると、息子黒田長政は黒田支配下の軍勢を率いて東軍側に参加しました。そのため官兵衛のいる中津城はもぬけの殻に。それでも黒田長政の留守の間はお城の防衛をする必要がありました。官兵衛は貯金を全額渡き、浪人9000人を集めます。官兵衛は浪人をうまく統率し、九州内で西軍側についた大名を次々と撃破。九州版の関ヶ原の戦いとも呼ばれる石垣原の戦いでは王とも軍を撃破します。また毛利貞房の難攻不落の河原岳城とその本城の小倉城を攻略し、さらに来る米城を開城させます。官兵衛は九州一と称された西軍の立花宗重の柳川城も開城させました。この時官兵衛は東軍加藤清正との会談を通して立花宗重を説得させています。この説得には朝鮮出兵時の加藤清正と立花宗重の熱い絆が背景にありました。官兵衛はこのようにして西軍側の大名を圧倒していき、九州を制圧したのです。官兵衛が九州を制圧していく際、名言を残しています。馬の学の山家と呼ばれる専門つむじを指し、私はこの専門が強将と分かりますが、人間はこの世で最も優れているものと聞いたことがありますと言いました。続けて人に勝てるものはない、私が非道というなら私以上の強将はないでしょうが、この馬の毛の痛みはそれほどのものではありませんと言い放ったとされています。この一言は官兵衛の誇り高さがうかがい知れる名言です。関ヶ原の戦いの後、福崎を福岡に返所。関ヶ原の戦いが終わった時点で官兵衛は九州の大半を制圧していました。しかし天下を取るより平穏な生活を送りたいとして徳川家康に服従します。息子黒田長政は東軍についた功績が徳川家康に認められ、筑前国52万石の福岡藩藩主に抜擢。官兵衛は1601年慶長6年に博多に移住し、福崎の地名を福岡と改称しました。この福岡は黒田氏が発展した地である備前福岡にちなんだもの。実はこの備前福岡は官兵衛の曽祖父の代に黒田氏一族が逃げ延びてきた地でした。先祖の黒田氏は備前福岡で再興を誓ったのです。官兵衛の祖父の代で播磨国小寺氏に仕え、目薬屋の商才を発揮し、官兵衛による黒田氏再興の基礎を築きました。備前福岡は黒田氏再興のきっかけを作った地であり、その経緯から福岡と改称したのです。黒田官兵衛最後の築城と最後。官兵衛は福岡に移住すると名島城に代わる福岡城の築城に着手します。これが8回目の築城で最後の築城となりました。福岡城を築城するきっかけは黒田長政が名島城下の地域が狭いことを嫌ったためと言われています。官兵衛は築城に着手すると太宰府天満宮の鳥居の東に移住。この太宰府天満宮の境内には官兵衛が茶の湯のために使用していた余水の井戸が現在も残っています。官兵衛は福岡城の完成を見ず、1604年に療養のために移り住んでいた京都伏見藩邸にて59歳で死去。官兵衛は死期を悟ったのか、死の約1ヶ月前から家臣たちを罵り出しました。息子黒田長政は官兵衛をいさめましたが、官兵衛はこれはお前を思ってのこと、気が狂ったわけではないと小声でこぼし、私が家臣に嫌われ
一日も早く黒田長政の代になると良いと思わせるためにしたと言ったとされています。死ぬ間際も黒田長政に戦いは死ぬか生きるかの境目、考えるほど道理を通した戦いができなくなると伝え息を引き取りました。乱世を生き抜いた武将らしい最後を迎えたのです。官兵衛は息子黒田長政によって黒田家の菩提寺総福寺に葬られました。いかがでしたでしょうか。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いします。